兄ちゃん。おはよう。そろそろ出かけるよ。行ってらっしゃい。は？すぐ。カズとお兄ちゃん。はい。なんでしょう、すぐは様。今日の約束覚えてる？ひどい。もちろん覚えてます。ごめん、ちょっと寝ぼけてた。もう、私午後から部活あるんだから早く準備してよね。悪い。じゃあ下で待ってるから。約束？全く覚えがないぞ。ゆい？おはようございます。おはよう。今日の俺のスケジュールなんだけど。はい、3件のタスクがあります。3件？すでに1件目のリーファさんとお買い物の開始時間が過ぎています。2件目はリズさんとシリカさんと13時に秋葉原で待ち合わせです。遅刻したら閉めると言われています。3件目のシノンさんは16時に池袋ですね。ドリプルブッキングかよ。違います、物理的に可能なスケジュールです。なので皆さんには OK の返事を出しておきました。あのな、そういうことは OK する前にちゃんと俺に確認をだな。ふーんです。ゆい、パパなんか知りません。ゆいダメだ、反応がない。今行く。今日のスケジュール。うわ、なんつギリギリなタイムテーブルだよ。やるしかない。こうして俺、霧ヶ谷和人の受難な一日は始まった。水着選び？俺がすぐの？嫌じゃないけどさ。このお店、友達の間で人気なんだ。いらっしゃいませ。水着は僕の方だね。今年はさ、ビキニもいいかななんて。いかん、まだ早すぎる。あ、お兄ちゃんってさ、ワンピースが好きなの？まあ、そうか。そっか、そうなんだ。じゃあ、この黒のワンピースはかっこよくない？却下だ、布地が少なすぎる。これでいいか、すぐ。防御力が低そうなのは全部負荷だ。アメリカのヤジが泣くぞ。父さんは関係ないでしょ。だったらどんな水着ならいいの？昔、お前が着てたようなさ、こう、胸にリボンがついて腰がヒラヒラしてんのとか。あ、これはどうだ？まあ可愛いけど子供っぽすぎるよ。すぐ。何よ。お前はまだ子供だ。お兄ちゃんのバカ！ハンガーでソードスキルを繰り出すとは。いや、やるな。今度は真面目に選んでよ。へいへい。あ、と言ってもな、俺水着の流行りとかさっぱりわかんないし。そうだ、店の人に聞いてみろよ。え、でも私お兄ちゃんに。すみません。はい。こいつの水着探してるんですけど。水着ですね。ちょうど新作が入荷してますよ。お客様スタイルいいからこちらなんていかがでしょう。待て、そんな紐だらけなの絶対ダメです。確かに大人っぽいデザインですけど、ビスチェタイプだし露出は少なめですよ。サイドとバックを紐で調整できるからバストのシルエットも綺麗に出ますし。んなもん出さなくていいです。あ、彼氏さん心配なんでしょう。彼氏？私たちそんな風に見えるのかな。いや、俺はこいつの兄です。とにかく
あんまり大人っぽくないやつを。私、これ試着する。おい、これくらい私だって着れるもん。どうぞ、ごゆっくりお試しください。もう、一つしか違わないのに子供扱いしてさ。まずはトップから。かなりきついかも。最近また大きくなってきたしな。バストはサイドの紐で調節するんだよね。あれ、うまく緩まないな。とにかく一度押し込んじゃって。よしと。で、背中の紐を結べばいいんだよね。あれ、水着試すのに何分かかってんだ。おい、まだか。お兄ちゃん、どうした。水着脱げなくなっちゃったの。店員さん呼んでやろうか。お兄ちゃん、ちょっと来て。分かった。その格好は。カーテン閉めて。わかった、わかった。とりあえず、後ろを向いてくれ。背中見てやるから。よくこんな結び方できるな。ごちゃごちゃじゃないか。すぐは昔から、パニクるとおっちょこちょになるからな。この前も、マフィンに喉に詰まらせたしさ。ごめん。でも、すぐは、すぐのままでいてくれた方が、俺は嬉しいよ。よし、背中の紐はほどけたぞ。ありがとう、お兄ちゃん。お客様、おサイズの方はいかがですか。やば。し、まだ着替えられなくて。お手伝いしましょうか。結構です。ありがとうございました。なあ、結局、俺が選んだひらひら水着にしてたけど、あれで良かったのか。うん、いいの。そっか。そうそう、明日は部活昼までだからさ、ちょっと凝った晩ご飯作ろうと思うんだけど、何がいい。そう言われると迷うな。さっきの店員さん、お兄ちゃんのこと彼氏って言ってたけど、確かに私たちいとこだし、顔似てないもんね。で、手をつないだりなんかしたら、本当の恋人同士に見えたりして。お兄ちゃん、あのさ。パパ、時間です。5分以内に駅に到着しないと次の約束に遅刻します。おい、そのクエスト難易度高すぎないか。次の約束。だ急に腹が。やばい、俺駅のトイレ行くから先帰ってて。パパ、関係者ブース17番控え室でリズさんとシリカさんが待っています。関係者ブース。もう反応なしか。おい、ユイ、なんでご機嫌斜めなんだよ。17番、17番。あ、ここか。や、着替え中。とっとと出てけ。出てってください。失礼しました。しまった。どうぞ。シリカさん、リズベットさん、大変ご無礼つかまつりました。たく、とりあえず顔を上げなよ。おお、二人ともなんでコスプレしてるんだ。
エール王のアバターにそっくりじゃないか。猫耳虫っぽもちゃんとあるんです。リズさんはトンガレ耳ですね。まあね。ああ、リアルエルフ耳。髪は染めたのかな。歯がウィッグよ、ウィッグ。へえ、よくできてるな。で、なんでそんな格好してるんだ。レア素材ゲットのためよ。目指せ、ひな用アイテムです。はぁ。というわけで、フラインとエギルさんが全部準備するっていうからさ、つい乗せられてコスプレコンテストに出る羽目になったってわけ。優勝チームの商品がすごく豪華なんですよ。でも参加条件は3人以上のパーティーで。ん3人。リーファたちは今日予定があるって断られちゃってさ。俺リアル割れしたくないな。あ、キルトは仮の名前で登録しといたから。それにシリカ、はい、これに着替えてくださいね。白。コンセプトは光の勇者です。勇者。はい、盛り上がってまいりました。エール王イベントコスプレ大会、続いては光の勇者チームです。はーい、よし、行くわよ。クラインの台本通りやればいいんだからね。それが一番不安なんだけど。メンバーはレプラコーンのリズちゃんとヘッドシーのシリカちゃんで、君の種族は。スプリガンです。闇属性のスプリガンが光の勇者。いや、闇と光のパワーを秘めている設定なんだ。すごい設定ですね。バーチカルスピア。はい、光の勇者くん、お疲れ様。リアルソードスキルかっこよかったね。勇者くんは後ろに下がってね。ああ、まだ帰っちゃダメだよ。はい、次は。はーい、私ですにゃ。自己紹介お願いします。ゲットシーのシリカですにゃ。得意なのはダダー支援系魔法だにゃ。今日は会場のみんなを支援するにゃ。観客の皆さんによる厳正な投票の結果、優勝はビキニアーマーチーム。準優勝の景品は豪華じゃないですか。
まあ恥かいた分の元は取れたかな。キリトさん、用事があるって帰っちゃいましたね。ちゃんと時間をキープしておけばよかったです。爪が甘いじゃん私たち。でも勇者さん、白も似合ってましたね。私が撮った写真あげるからさ、あんたのもよくしなさいよ。元取れましたね。到着。なあユイ、頼むから移動は全力疾走じゃなくて徒歩で計算してくれよ。ユイ。キリト。シノン、待たせたか。別に、私も今来たとこ。そっか、ここってさ、昔ながらの体感ゲームやアトラクションがあるんだろ。シノンのお目当てって何なんだ。並びながら説明する。最後尾はあそこね。結構な行列だな。デッド&デッド。ビルのワンフロアは全部使う期間限定のアトラクションなの。ああ、ネットで記事見たよ。完全現実が売りのガンシューティングゲームだろ。病院のセットを探索して AI 制御のゾンビをビームガンで倒すんだっけ。そう、商店街のくじ引きでここのチケットが当たってね。試しに一人でやってみたんだけど、ペアが前提のゲームだから完全クリアが条件的に厳しいの。それで俺に手伝ってほしいと。剣しか使えない脳筋でもいないよりマシだから。呼んでいただいて光栄です。てっきりサバゲーオタが多いのかと思ったけど、カップルばかりだな。どうやら彼らはお化け屋敷と勘違いしているようね。スコアの結果で相性占いもできるし。どっちが勘違いしているのか微妙な気が。次の方、赤色のドアにお入りください。この部屋は？ブリーフィングルームよ。ゲームの説明が始まるから聞いておいて。大型病院でバイオハザードが発生。患者がゾンビ化した。君たちは麻痺銃で全ての敵を無力化してほしい。ベテラン刑事のおめえがニュービーの可愛子ちゃんをしっかり守ってやるんだぞ。なるほど、そういう設定なのか。となるとベテラン刑事役は私。はい、ニュービーの装備はこっちですね。うわ、チャチー中だな。で、このジャケットを着るのか。そう、ジャケットを敵に触られるとポイントが減るの。ポイント？ヒットポイントがあるんだな。いいえ、ゾンビを倒すと得られるポイントのこと。完全クリアするにはダメージ最小限ポイントを守り抜かなきゃ。了解、一丁頑張りますか。お、結構黒いな。目標ゾンビ5体クリア。あの、俺の出番は。次行くわよ。廊下にも敵は現れるからバックアタックを食らわないよう警戒して。シノンってさ、そのゾンビを見てキャーとか、薄暗い病院が怖いとかないか。回避もろくにできない AI 制御の敵のどこが怖いの。眼臭なんて所詮覚えゲーじゃないとか言いつつ、ハマってるくせに。そうだ、ん、キリト。道でどうやったら迷うのよ、まったく。キリト、どこ？なんちゃって。やめて、許せ。ちょ、本当すみません。ちょっとした出来心だったんです。
許してください、刑事さん。あんたも刑事でしょ。注意を引きつけてくれれば、あとは全て私が始末する。 OK。 で、ゾンビのターゲットどうやって取るんだ？ GO！ ゾンビが一番近くにいる人間に襲いかかって、君の犠牲は無駄にはしないわ。あ、もう俺って踊り？そうそう、その調子。キリトってリアルでもアジリティ高いの。つってもこいつらどんどん出てくるし、もう無理、もう限界。ザコゾンビはボスを倒すまでどんどん増えるから。夜だな、触るな、上、そこだけは勘弁してくれ。そこがキリトの直近よ、覚えてる。もうとっくに5秒経ってるぞ。ボスが死ぬまでそこでホールド。こっちにトレインしてまとめて撃つから。お助け！ミッションクリア、おめでとう。スコアは出口で受け取ってくれ。スコアにはオフテイさんの性格に相性度までバッチリチェックしてあるからよ。しっかり見てくれよな。ありがとうございました。やったな、完全クリア、おめでとう。ええ、ありがとう。どうした？私とキリトの相性が100点満点中2点。人をおとりにしたんだ、しょうがないだろう。はい、あんたの性格診断よく読んでおいた方がいいと思う。何何？相棒に獲物を譲りすぎるあなた、優しく穏やかな性格で誰にでも好かれるでしょう。ただし誰にでも優しすぎると時に痛い目に遭うことも。そんなあなたに送る言葉は、男は敷居をまたげば7人の敵がいるか。ユイ、タスクは全部完了したぞ。あれ、まだ反応なしか。なんだかクールな反応。キリト君、今日は何してたの？え？いや、まあ、その…いろいろって？ずいぶん活躍したみたいだね、光の勇者様。なんで俺の最新黒歴史をご存知でいらっしゃいますか？ほら、あ、ユイ、お前、アスナの端末に行ってたのか。パパの行動は全部ママに報告済みです。キリト君、あのね。ああ、分かってる。ユイ、アスナ、ごめんな。パパ、俺昨日二人との約束をすっぽかしちゃったんだよな。悪かった。昨日はママと一緒にずっと ALO で待機してました。リーファさんたちのお誘いもパパが来たらちゃんと報告するつもりだったんです。
ごめん、学校の課題を片付けているうちに寝落ちしちゃってさ、起きたらそのことすら忘れて。キリト君、ユイちゃんをあまり叱らないでね。私がね、仕返しにパパをちょっぴり慌てさせちゃえばって言ったの。なるほどね。まさかデートのお誘いが3件もあるなんて思わなくて。いや、たまたま、本当にたまたまだから。それにデートじゃない、買い物の付き添いに勇者のコスプレに最後はゾンビの餌だぞ。こんなの断じてデートじゃないって。結構楽しそうだったけど。パパの周りは笑顔でいっぱいでした。まあ、つまらなくはなかったけどさ。そう。ママ？なあ、俺も乗せてよ。ほら！ブランコの二人乗りは危ないよ。大丈夫だって。ユイ、カメラから見えるか？夕焼けが綺麗だろ。はい、お空に飛んでいくみたいです。ちょっと揺らしすぎだよ、もう。私たち。でも勇者さん、白も似合ってましたね。私が撮った写真あげるからさ、あんたのも予約しなさいよ。元を取れましたね。到着。なあユイ、頼むから移動は全力疾走じゃなくて徒歩で計算してくれよ。です。ユイ、キリト。あ、シノン、待たせたか。別に、私も今来たとこ。そっか、ここってさ、昔ながらの体感ゲームやアトラクションがあるんだろ。シノンのお目当てって何なんだ。並びながら説明する。最後尾は Dead&Dead。 ビルのワンフロアは全部使った期間限定のアトラクションなの。ああ、ネットで記事見たよ。完全現実が売りのガンシューティングゲームだろ。病院のセットを探索して AI 制御のゾンビをビームガンで倒すんだっけ。そう、商店街のくじ引きでここのチケットが当たってね。試しに一人でやってみたんだけど、ペアが前提のゲームだから完全クリアが条件的に厳しいの。それで俺に手伝ってほしいと。剣しか使えない脳筋でもいないよりマシだから。呼んでいただいて光栄です。てっきりサバゲーオタが多いのかと思ったけど、カップルばかりだな。どうやら彼らはお化け屋敷と勘違いしているようね。スコアの結果で相性占いもできるし、どっちが勘違いしているのか微妙な気が。次の方、赤色のドアにお入りください。この部屋は？ブリーフィングルームよ。ゲームの説明が始まるから聞いておいて。大型病院でバイオハザードが発生。患者がゾンビ化した。君たちは麻痺銃で全ての敵を無力化してほしい。ベテラン刑事のおめえがニュービーのかわいこちゃんをしっかり守ってやるんだぞ。なるほど、そういう設定なのか。となるとベテラン刑事役は私。はい、ニュービーの装備はこっちですね。うわ、チャチー中だな。で、このジャケットを着るのか。そう、ジャケットを敵に触られるとポイントが減るの。ポイント？ヒットポイントがあるんだな。いいえ、ゾンビを倒すと得られるポイントがある。完全クリアするにはダメージ最小限ポイントを守り抜かなきゃ。了解、一丁頑張りますか。おお、結構黒いな。目標ゾンビ5体。
クリ。あの、俺の出番は。次行くわよ。廊下にも敵は現れるから、バックアタックを食らわないよう警戒して。よっさ。シノンってさ、その、ゾンビを見て、キャーとか。すぐ。何よ。お前はまだ子供だ。お兄ちゃんのバカ！ハンガーでソードスキルを繰り出すとは。いや、やるな。今度は真面目に選んでよ。へいへい。あ、と言ってもな、俺水着の流行りとかさっぱりわかんないし。そうだ、店の人に聞いてみろよ。でも私お兄ちゃんに。すみません。はい。こいつの水着探してるんですけど。水着ですね。ちょうど新作が入荷してますよ。お客様スタイルいいから。こちらなんていかがでしょう。待て待て待て、そんな紐だらけなの絶対ダメです。確かに大人っぽいデザインですけど、ビスチェタイプだし露出は少なめですよ。サイドとバックを紐で調整できるから、バストのシルエットも綺麗に出ますし。んなもん出さなくていいです。あ、彼氏さん心配なんでしょう。彼氏？私たちそんな風に見えるのかな。いや、俺はこいつの兄です。とにかくあんまり大人っぽくないやつを。私これ試着する。おい、これくらい私だって着れるもん。どうぞごゆっくりお試しください。もう一つしか違わないのに子供扱いしてさ。まずはトップから。かなりきついかも。最近また大きくなってきたしな。あ、バストはサイドの紐で調節するんだよね。あれ、うまく緩まないな。とにかく一度押し込んじゃって、よしと。で、背中の紐を結べばいいんだよね。あれ、水着試すのに何分かかってんだ。おい、まだか。お兄ちゃん、どうした。水着脱げなくなっちゃったの。え、店員さん呼んでやろうか。お兄ちゃんちょっと来て。わかった。すぐその格好は。カーテン閉めて。ちゃって。わかったわかった。とりあえず後ろを向いてくれ。背中は見てやるから。うわ、よくこんな結び方できるな。ごちゃごちゃじゃないか。すぐは昔からパニクるとおっちょこちょになるからな。この前もマフィンに喉に詰まらせたしさ。ごめん。でも、すぐは、すぐのままでいてくれた方が、俺は嬉しいよ。と、よし、背中の紐はほどけたぞ。ありがとう、お兄ちゃん。お客様、おサイズの方はいかがですか？やば。し、まだ着替えられなくて。お手伝いしましょうか？結構です！ありがとうございました。なあ、結局俺が選んだひらひら水着にしてたけど、あれでよかったのか。うん、いいの。そっか。うん。あ、そうそう、明日は部活昼までだからさ、ちょっと凝った晩ご飯作ろうと思うんだけど、何がいい？そう言われると迷うな。さっきの店員さん、お兄ちゃんのこと彼氏って言ってたけど、確かに私たちいとこだし顔似てないもんね。で、手をつないだりなんかしたら本当の恋人同士に見えたりして。指輪、お兄ちゃん、あのさ、
時間です。5分以内に駅に到着しないと次の約束に遅刻します。おい、そのクエスト難易度高すぎないか。次の約束？あ、急に腹が、やばい、俺駅のトイレ行くから先帰ってて。17番控え室でリズさんとシリカさんが待っています。関係者ブース？もう反応なしか。おいユイ、なんでご機嫌斜めなんだよ。どう17番、ああここか。や着替え中。ちょっと出てけ、出てってください。失礼しました。しまった。どうぞ。シリカさん、リズベットさん、大変ご無礼つかまつりました。たく、とりあえず顔を上げなよ。おお、二人ともなんでコスプレしてるんだ。 ALO のアバターにそっくりじゃないか。猫耳虫っぽもちゃんとあるんです。リズさんはトンガリ耳ですね。まあね。ああ、リアルエルフ耳。髪は染めたのか。バカ、ウィッグよウィッグ。へえ、よくできてるな。で、なんでそんな格好してるんだ。レア素材ゲットのためよ。目指せ、ひな用アイテムです。はというわけで、クラインとエギルさんが全部準備するっていうからさ、つい乗せられてコスプレコンテストに出る羽目になったってわけ。優勝チームの賞品がすごく豪華なんですよ。でも参加条件は3人以上のパーティーで。3人。リーファたちは今日予定があるって断られちゃってさ。俺リアル割れしたくないな。あ、キリトは仮の名前で登録しといたから。それにシリカ、はい、これに着替えてくださいね。白。コンセプトは光の勇者です。勇者。はい、盛り上がってまいりました。 ALO イベントコスプレ大会、続いては光の勇者チームです。はーい、よし、行くわよ。クラインの台本通りやればいいんだからね。それが一番不安なんだけど。メンバーはレプラコーンのリズちゃんとヘッドシーのシリカちゃん。で、君の種族は？スプリガンです。闇属性のスプリガンが光の勇者。いや、闇と光のパワーを秘めている設定なんだ。すごい設定ですね。マジカルスピア。はい、光の勇者くん、お疲れ様。リアルソードスキルかっこよかったね。暗い、後で覚えて。勇者くんは後ろに下がってね。ああ、まだ帰っちゃダメだよ。はい、次は、はい、私ですにゃ。自己紹介お願いします。ヘッドシーンのシリカですにゃ。得意なのはダダー支援犬魔法だにゃ。今日は会場のみんなを支援するにゃ。じゃあ行くね。スシャルリートアシーニャバートエイリーオーグスペルト。お兄ちゃん頑張ってにゃ。お帰りシリカ、頑張ったな。すっごく恥ずかしかったです。ありがとう、ありがとうシリカちゃん。これはラストのリズちゃんにも期待高まります。どうぞ。リズ、お前の番だぞ。行ってくる。
ースはガチガチだな。右手と右足が同時に出てます。では自己紹介してね。はい、そのリーズです。鍛冶屋をしていまして、夢はエグスキャリバーを超える剣を打って強くて打つことです。その今日はの皆さんによる厳正な投票の結果、優勝はビキニアーマーチーム。うん、ミス様、源流さんの景品も豪華じゃないですか。まあ恥かいた分の元は取れたかな。キリトさん、用事があるって帰っちゃいましたね。ちゃんと時間をキープしておけばよかったです。お兄ちゃん、おはよう。そろそろ出かけるよ。いってらっしゃい。はすぐカズとお兄ちゃん。はい、なんでしょう、すぐは様。今日の約束覚えてる？ひどい。もちろん覚えてます。ごめん、ちょっと寝ぼけてた。もう私午後から部活あるんだから早く準備してよね。悪い。じゃあ下で待ってるから。約束？全く覚えがないぞ。ゆい、おはようございます。おはよう。今日の俺のスケジュールなんだけど。はい、3件のタスクがあります。3件？すでに1件目のリーファさんとお買い物の開始時間が過ぎています。2件目はリズさんとシリカさんと13時に秋葉原で待ち合わせです。遅刻したら閉めると言われています。3件目のシノンさんは16時に池袋ですね。トリプルブッキングかよ。違います、物理的に可能なスケジュールです。なので皆さんには OK の返事を出しておきました。あのな、そういうことは OK する前にちゃんと俺に確認をだな。ふーんです。ゆい、パパなんか知りません。ゆいダメだ、反応がない。今行く。今日のスケジュール。うわ、なんつギリギリなタイムテーブルだよ。やるしかない。こうして俺、霧ヶ谷和人の受難な一日は始まった。水着選び？俺がすぐの？いやじゃないけどさ。このお店友達の間で人気なんだ。いらっしゃいませ。水着は奥の方だね。今年はさ、ビキニもいいかななんて。いいかん、まだ早すぎる。あ、お兄ちゃんってさ、ワンピースが好きなの？まあそうかな。
そっか、そうなんだ。じゃあ、この黒のワンピースはかっこよくない？却下だ。布地が少なすぎる。これでいいか、すぐ。防御力が低そうなのは全部負荷だ。アメリカの親父が泣くぞ。父さんは関係ないでしょ。だったらどんな水着ならいいの？昔お前が着てたようなさ、こう